敵を撃たんのか。あんたには 殺意がない。あんた本当は父さんを殺してないんじゃないか。ジャック、聞かせてくれ、ガウェイン。父さんの話を。ケアンの、よし、話そう。16年間誰にも話さなかったことを。ケアンと私は それぞれ王国騎士団を率いる仲間であり、ライバルであり、親友だった。妖精たちとも親交のあった我々は花の都にすら出入りしていた。エルフの長であるザインもまた親友と呼べる関係だった。だが16年前、 突如として水竜が現れた。伝説を知る人々は恐怖した。だが竜はこの大地の秩序を守る存在だ。人を襲うにも理由がある。もちろんケアンだって分かっていた。しかし私の精神を振り切って人間のため ケアンは水竜を撃った。そして秩序の歪みを一身に受け、アルガンダースの権化となった。トゥテアスの秩序を守るため、ザインは親友であるケアンに刺客を送った。ザインの感情はともかく、それは竜を守るエルフとして 必然の選択だった。そして私は知っていながらただ見過ごした。私はケアンを見捨てたのだ。私はお前たち家族から愛するものを奪ってしまった。それから間もなく私は国と 家族を捨てた。愛するものを奪った私には全てを失うことでしか償えないと。あんたバカだな。ば
バカットな。母さんは死ぬまで明るかったし、その後もずっと姉ちゃんがいた。そして父さんは俺の目標としていつだってここにいる。それに今の俺にはいっぱい仲間がいるんだ。あんたの心にだって団長が、息子がいつもいただろ。失うことなんてできないし、誰に奪われるものでもない。父さんもきっと最後まであんたのこと親友だと思ってたに違いないよ。悪かったな、あんたを親の仇だなんて言ったりして。ジャック、よし、これでチャラ、アイコってことにしようぜ。アイコか。あ、そうか、わかったぞリドリー。何をわかったというのだ。パーセクのおっさんは俺たちをこの人に会わせたかったんじゃないかな。パーセク、カリュウのパーセクか。パーセクのことも知ってんの。ああ、昔よく酒を飲んだ仲だ。んじゃ話は早いや。俺たちこれから人間と戦争することになったんだ。妖精と一緒に戦ってくれないか。ジャック、そんな無茶を。だってこんなに強いおっさんがこんな時にこんなところにいちゃダメだろ。確かに、確かにな。竜の死、人間と妖精の戦争、これが私に与えられた宿命かもしれん。お、じゃあ俺たちとヘレンシア砦に行ってくれるか。私は長年宿命に背を向けて生きてきた。だが今こそそれに立ち向かう時だ。行こう、ヘレンシア砦に。よっしゃ、そう来なくっちゃ。宿命か。おい、リドリー、早く来いよ。ああ、すぐ行く。よっしゃ！
Yeah!